今日の体重は何キロ？何キロ？何キロだ？お、痩せた。おはようございます。腹筋ローラー37日目、ダイエット始めて12日目になりました。体重の方はあまり変化がなく、ここのところ1週間ぐらいですかね、来ていたんですけど、まあ、昨日はちょっと5月5日と子供の日ということで、まあ、柏餅3つ食べました。で、お昼もカレーライスとお蕎麦食べてしまいました。まあ、今朝の体重にちょっと影響あるのかなと思ってましたけど、まあちょっと夜はやっぱり野菜種で自生したせいか、そうですね、体重増にはなってなかったのでちょっとほっとしています。まあ、体重の方も、まあ、このままちょっと食事をやっていって、そうですね、ちょっと下がるところに来れば下がってくれるのかなとは、まあ、ちょっと期待しています。なので、まあ、これから、そうですね、もうちょっと日数も腹筋ローラーで経ってきたので、まあ写真が撮れる時は、お腹周りの写真を撮って、まあ変化があればいいんですけど、まあそれをちょっと見ていきたいなとは思っています。まあ、引き続き腹筋ローラーと、まあ、ダイエットですね、まあ続けていきたいなとは思ってます。腹筋ローラーの方も、まあいろんな方の、解説動画をちょっと参考にしたいなと思って見ているんですけど、まあその人によっても、まちまちで、やっぱり自分でやってみて、ちょっと腹に効いてるなっていう、まあ、ポジションがいいんじゃないかなとは、まあもちろんそういう方の動画を参考にさせていただいてますけど、まあ、ちょっと本当になんか皆さん言ってることが結構違ったりするんで、まああとは自分で、まあ、ちょっと取り組んでいきたいなと思っています。